今のところ巻物に変化は見られませんね。ドミグラのやつ諦めっバカを言うな。時の海王神から私の話を聞いたのだろう。7500万年力を積み重ね待ち続けたチャンスだ。お前が何を企んでも無駄だぞ。魔人ブーを止めた今これ以上の果たしてそうかな。もうドミグラのやつなんて時代に目をつけるのよ。そんなに危険な時代なんですか。はあ、知らないって幸せなことね。あのね、これにはね、破壊神、破壊神ビルス様が地球にいた時の歴史が収められているのよ。破壊神ビルス、そんなに強いやつなんですか。ビルス様。はい、すみません。で、そのビルス様は、もういいから早く止めに行きなさい。万一ビルス様が敵なんていうか、もうあれ。わかりました。ではお願いし。この星にスーパーサイヤ人ゴッドがいると思ったんだけど、おかしいな。やはりビルス様の予知夢が間違っていたのでしょう。ちょっと楽しみにしてたんだけどな。仕方ありませんね。ビルス様の予知夢が外れる、いつものことです。おいウィス、それはどういう意味だ。この俺がプライドを捨て去ったダンスでビルスの機嫌を保ったからなんとかなったものの、しかしもはや問題なかろう。あとは機嫌がいいまま立ち去ってもらうだけだ。おや、ビルス様、あのプリンとかいうデザートはお召し上がりになりましたか。プリンとな。君、そこにあるのを一つ分けてくれないか。やだね、俺全部食べるもん。よこせ。やだ。よこせ。やだ。よこすんだバカ者、プリンをよこせ。間一髪だったぜ。ビルス様、どうぞ。ああ、ありがとう。では早速。これはそのの前に
破壊やる。いかん、取り押さえねば。バカって言ったな。お前、お菓子にして食べちゃうぞ。これが破壊神ビルス様。うわ、くだらないきっかけの戦いなんだ。いいですよ、かなりビルス様の体力を減らせているはず。プリンくれないからもっと痛めつけちゃおう。止まらない、まだ本気じゃないのか。ゴテン、マックス君、早くゴテンクスになるんだ。僕たちも行くぞ。あれ、君もサイヤ人でもゴッドではないみたいだね。おい、そこなんで小人間、プリンくらいで大暴れしやがって。そんなマナー違反のやつはこのゴテンクス様がぶっ飛ばしてやるぜ。お前たち地球人は食べ慣れているかもしれないが、僕には味の想像もつかない未知の食べ物。プリン、なんともうまそうなネーミングじゃないか。いや、やかましい。神様に逆らう悪い子はお尻ペンペンの刑だ。ゴテンクス、全力でいかないとやられるぞ。母さんがビルス様に向かっていって、無茶。ああ、撃たれた。よくも俺のプルマを。父さん、よそったれが。すごい、このパワーは悟空さん以上だ。いけ父さん、破壊神なんかやっつけちゃってください。ウィス、お呼びですか、ビルス様。どうやらスーパーサイヤ人ゴッドというのは、お前の言ったように、ただくだらない夢だったようだ。何度も言うが、地球を破壊して帰るぞ。待て、スーパーサイヤ人ゴッドになるには、正しいところのサイヤ人の力、一つに集めなくちゃなんねえ。なあ、大したもんだよ。オラに力を分けてくれ。おめでとう。どうやら成功したようです。大したもんだよ。ほら、スーパーサイヤ人、どこに行ったんだ。戦ってみればわかるはずだよ。さあ、戦ってみるがいい。もしお前の方が強かったら、地球を破壊しないと。大したもんだよ。諦めて降参しろ。どうだ、ゴッドになった感想は。こんな世界があったんだけど、オラ一人じゃ来れなかった世界だ。不満そうだな。仲間と共にゴッドになったことが気に入らないか。嬉しいさ。嬉しいけど、みんなの力が借りなかったら、こうしてビルス様と戦えなかったのが悔しいんだ。ゴッドになって戦っているうちに、その世界を体に吸収させてしまったようだな。大したもんだよ。
稀に見る天才と言ってもいい。めえったな、強えな、ビルス様。地球を破壊する。ない、あの目は本気です。これはまさか。差し物破壊神も戦いの中で隙が生まれた。ビルスはすでに私の操り人。どう、破壊神の一撃を止められるかな。やめろ。あったった。もうおしまいだ。破壊神が全宇宙を滅ぼした後、魔人ドミグラが支配する新世界が生まれるのだ。何？バカな。お前の気配には最初から気づいてたよ。魔術にかかったふりをして姿を現すのを待ってたんだ。破壊神を操ろうだなんてとんでもない届き物だね。さすがビルス様、これで形勢逆転ですよ。ドミグラとか言ったね。決めたよ、地球の代わりにお前を破壊してあげよう。お前は悪人みたいだからね、思う存分破壊できるってもんだよ。私は先にこのものを地球に届けてきます。ビルス様、余計なものまで壊さないように少しはお気をつけくださいね。さあ、それはどうだろう。破壊神が味方なんてこれ以上心強いことはないですよ。いくらドミグラといえども人たまりもないでしょう。よかれ、目的は達成できたようだから。なんだい、あいつの最後の言葉は。ああ、お帰りなさ。なんで連れてきてるんですか。ドミグラの最後の言葉の意味を聞くためって。でも、だからって。時の巣じゃないか。久しぶりだな、ここに来るのも。彼らは時の海王神が雇ったタイムパトロール隊員のようですね。あらあら、まあまあ、これはビルス様、お久しぶりです。ドミグラとかいうやつが僕にちょっかいを出してきてね。どこにいるのか教えてもらおうと思ってさ。やつは時の狭間に閉じ込められています。しかしそこから出てくるのは時間の問題。なるほど、狭間に出口を作るために歴史を変えて時空を歪ませていたわけですか。ああ、そう。じゃあ復活して出てきたところを破壊するとしよう。この世界でビルス様に暴れられたら時間の流れそのものが破壊されちゃいます。だろうね、だって僕破壊神だから。いや、でもそれは。あ、やめてくれたら今度おいしいご飯作ってあげますからね。おいしい、いや、どちらにせよ遠慮しておく。お願いします、ビルス様。ドミグラのことは俺たちに。嫌だね、あいつは僕を利用しようとしたんだ。第一、君たちだけでドミグラに勝てるの。必ず勝ってみせます。俺たちに父さんや母さんを。ビルス様、ここまで言っているのですから、テストしてあげたらどうです。テストか、いいかもね。
僕とウィスを相手にどこまで戦えるか見せてもらおうか。は、はい、ありがとうございます。ビルス様、私も戦うのですか？ウィスが言い出したことだろう。仕方ありませんね。ちょっとストップ！ここはダメですよ。どこか別のところで。君もわがままだな。はいはい、わかった。時の巣も久しぶりだからね。僕は少しのんびりさせてもらうよ。では準備ができましたら私にお声掛けください。準備できましたか？あ、もういいの？じゃあやる？はい、よろしくお願いします。ウィスは僕の付き人でもあるけれど師匠でもあるんだ。僕たち二人を相手に果たしてどこまでやれるのかな。では参ります。たとえ破壊神の相手で負けるわけにはいきません。どんなに絶望的な状況でも戦い抜けば希望が見えてくる。あなたや悟空さんたちがそれを教えてくれます。私たちを相手にどこまで戦える。驚きです。もう彼らに任せてしまってもよいのよ。どうかな。僕は一度決めたことは変えないんだ。それじゃあテストの意味はないじゃありません。大したもんだよ。うるさいな。戦いはまだ終わってないんだぞ。諦めて降参しろ。これは失礼。暴れ。の強さだったよ、二人とも。それでテストの結果は？いろいろと体を動かしたから眠くなってきた。ドミグラを破壊する前に帰ってもう一寝。その間に誰かがドミグラを倒してしまっていても、ま、帰ろうか、ウィス。はい、ビルス様は一度眠ったら何年かは起きません。あなたたちを手助けすることはできませんから、そのつもりで。では健闘を祈りますよ。ドミグラとの決戦は近いわ。いい？絶対に負けられないわよ。この世界の運命はあなたたちの手にかかっているわ。